ネクロバリスタ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、かすかな記憶から特定の言葉が語りかけてくる。言葉がここで起きた現象の謎を解き明かす鍵になるのかもしれない。ここで起きた現象の謎ってなんだ、何に対しての謎なのかがあんまりよく分かってないというか、現象っていうと刃物を投げたとかさ、その辺の話なのかな。刃物類、え、あ、これ何、全部やってなんか一つのなんかみたいなこと、ん、なんだろうな。探偵ってワードも結構気になるっちゃ気になったんだけど、あとなんだろう、イカロス、スパイ、げっそりなんかあったっけ、入れてみるか。あとなんだろう、ゴブリンゴブリンとかミキサーとか犯罪者とかはあんまり確認じゃねえや、関係なさそうな気はするんだけど、説得力、これが何を元にしてこう集めていけばいいのかっていうのがあんまりよく分かってないんだよね。辛辣とか嫌悪とか、これ似たような言葉だから集めとけばいいんじゃないかな。混乱とかちょっと気になるんだけどな。これで言ってみるか。言葉が心を駆け巡る中、そのいくつかに集中し意味を思い出そうとした。え？意味を思い出そうとした？ゲス、うえ、びっくりした。げっそりはキシャン。辛辣。辛辣はお客。探偵はお客。この表現びっくりするからやめてくんね。これもお客か。お客ばっかりだな。これ、あれかな？全部に対してこういうのがあんのかな？なんか後ろに見えてるけどな。集めるとこの後ろのやつが、文字かな？これ後ろのやつ。見えるようになるのかな？食べ物。あ、なんかある。4?DA? 説得力。アシュリー。スパイ。お客。お客はスパイ？時間が経てば頭を漂う記憶の断片をもっとつなぎ止められるかもしれない。どの断片を持っていく？自分が大事にしたいものは？ね？え、どれって言われてもこれ押せないんだ。続けるしかない。あ、なんか見えた。なんか見えたけど。なんだ、数字とか、英数字の羅列だった？わからんな。まだ全然こう、このゲームが読めない。あ、動ける。あ、こういう風になってたんだ、ここ。あ、いいな、これ。へぇー。こういうのいいよね。でも、喫茶店に本を置くのもあれだな。ちょっと怖えな。あ、すごいおしゃれ。ラミントン製法。ラミントン製法。本格的オーストラリアラミントンケーキ。材料。いくつかの記憶があなたを避けているようだ。後ほど持ってくる必要があるかもしれない。ああ、この3つがあれば、このラミントン製法っていうものを思い出せるというか、わかるようになるみたいな、そういうことか。へえ、面白いね。ていうか、これは、誰目線の誰目線の話なんだ。そこもちょっと気になってんだけど。逆説的錬金術論。うん、これも、なんか4つあるから、まあ、1個は使っとくけど。ああ、なるほどな。その、お客とか、そういうのを集めて、欲しい、その、何？じゃあ、これがお客だね。これが、お客ばっかりあっても仕方ないから、なんだろう。何？キシャンがいっぱい欲しいなってなったら、キシャンっぽいやつをやっていけってことか。へー。
るつぼってなんだ。じゃあ今はあんまりロボ戦感染メモ、今はそんなにあれか。これアシュリーか。そんなに見回っても仕方ないのかな。あ、すげえなこれ、綺麗だね。普通にこれ VR チャットで見て回りたいVR 空間で見たい。なるほどな、先進もう。へえ、面白いね。ただまだわからないことが多いっていうのが正直なところだけどね。はは、そいつは見たいな。いい気晴らしになりそうだ。ま、いつでもとは約束できないがね。ちょっと気まぐれなんだ。それにしてもたまにしか現れない廊下とはね。それがないときはどうやってキッチンへ。別のもう少し長い廊下を使ってるのさ。そっちはあまり面白くないが常にあるからね。俺は新しい客にこのことを話すのが楽しみなのさ。いつも面白い反応をしてくれる。俺も今日へんてこな量子力学的な廊下でワクワクするなんて思ってもなかったよ。量子力学的な廊下、魔法というものの存在を気味悪く思う人たちは大概科学的な説明をひねり出して安心しようとする。うん、でも説明できるものは説明しようってならない？まだ何かにワクワクできることが意外だよ。よく考えると今の状況は相当やばいからね。錬金術かな。わかるよ、君の人生は突然奇妙なものになった。急には理解しにくいだろう。人生というか半死半生か。こういう話し方になれないとな。あー、頭が痛くなってくる。廊下の話を続けてくれ、気が紛れるから。正直なところ、俺はここで起きていることについてちゃんと説明できるか自信がないんだ。この建物は若干だが知性を宿していてね、土壌の魔力が多いと自然とそうなるんだ。カフェが生きているのか。そうとも限らないな。ここでは多くのものが命を宿してきたが、俺たちの知る限り建物自体にはその類に含まれていない。ま、ほとんどの場合人を困らす方向ではなく役立つ方向に変化する傾向がある。量子力学的老化とかね。さて俺は紅茶でも作るが。紅茶、オーストラリアの庶民的な言葉でカッパは一杯の紅茶を意味する。特に午後の一杯はオーストラリアの文化の大事な風習だ。午後の紅茶かい。君も何か飲むかい。いや俺は大丈夫だ。バリスタの名前は。さっきうまく聞き取れなくてなんだか失礼かなって。ああ、マディかい。彼女はただのバリスタじゃない。今はここのオーナーさ。もちろんコーヒーも作るがね。だがオーナーとなった今他の役でいろいろと忙しい。けどどうしたんだ、目をつけちゃったか。いや俺にはボーイフレンドがいる。いや、いた。ああ、やっぱりきついな。あいつ、今頃どんな気持ちだか。あまり考えすぎないことだね。俺は、うん。ああ、そうだな。やっぱり何か飲むかい。すまん、今はコーヒーよりもちょっときついのが欲しいな。チェイをその気にさせないで。静かに。何か強いのを持ってくるよ。バーボンはどうだ。強いにも程があるだろう。いいバーボンは上品だが気取らないという絶命の線をついている。へえ。お酒はあんまり飲まないからな。それとも弱すぎるかな。ここはカフェじゃなかったのか。ああそうさ、表向きはね。だが、リクエスト次第でアルコールや、もっと強いのも出す。強いやつ？どうなのだ？白酒？アブさん？
まさかエタノールか？こういう場所だぞ。それより強いのがないと思うか？エタノール強いだって？ああ。後で言ってくれれば特別なやつを持ってくるさ。ジェイをその気にさせないで。誰かが飲まなきゃ持ち腐れだろ。それに君はあれに触れる気がない。むしろ焼却したいそうだ。したそうだ。霊魂の蒸留液なんて燃やしたくなって当然。霊魂の蒸留液ってなんだ。お互い合意は無理そうだな。さてキシャン君、ご注文は？そうだな、やっぱりコーヒーでいい。複雑なのを頼んでもいいかな。この世で最後の日だから豪勢なのがいいな。甘いもので元気を出したい。おー、なんちゃらフラペチーノみたいな。材料さえあれば特に問題はない。マディがサクッと出してくれるさ。人を頼るな。よし、いいね。ならお言葉に甘えて、ラージクワドラプルショット、ダブルバリラキャラメル、泡なし、超ホット、逆浸透、ココナッツミルクマキアート。なんてこと。追加で角砂糖2つとホイップクリームを乗せられる？あー、マディ、何？君はこれを、いや、その、なんといえば、ありなのか？はぁ、おっと、やりすぎかな。バーボンも欲しかったんだけど、さすがに遠慮するさ。そうか。ええ、やりすぎだわ。ひどい注文ね。私は嫌いよ。どれぐらいひどい？これまででナンバーワンか？いいえ、嫌いなだけよ。チェ？今の注文、一言ごとにエスプレッソマシンに火をつけたいという衝動が湧いてきたわ。もう二度とコーヒーのことを考えなくて済むようにね。マディは典型的な放火魔の特徴が全て揃っている。しかし断じて放火魔ではない。典型的な放火魔の特徴が全て揃っている人間、怖いな。バーボンを除いてね。私も入れるし。そのことを踏まえて私から提案があるわ。なんだ？ロングブラックのダブルショットを作ってあげる。バーボンも入れるけど、渋い趣味ね、とは言ってあげない。ふん。もし断るなら、魂を肉体から引き剥がしてカウンターを磨くための雑巾にしてあげる。そら、レビューで来ないっていうか、ひどい店だって書かれるわな。そうやって磨くと素敵な香りが残るのよ。慰めになるでしょ。マジか。なんとも魅力的な提案だね。いや、魂を抜く話じゃないぞ。それでいいよ。私はとても心が広いのよ。なんつう顔してんだ。ベタな趣味ね。ベタな趣味なのか。結論として、あの注文のひどいところはね、作り方がやたらと複雑で、心臓麻痺を起こしかねない砂糖の量で、しかもせっかちでムカつき客が頼みそうなものだってところよ。2回死ぬってあるのか？ある。生き返ればもう一度死ねるし、あるいはあの世へ向かう途中である特定の相手をものすごく怒らせた場合だ。そっちの方があり得る。死者蘇生は違法だからね。死者蘇生が許されているのは緊急事態のみだ。何をもって緊急事態とするかは評議会によって事細かく定義されている。何世紀もの間、緊急事態が一件も認められていないことはよくある。まあ、死は平等ってことなのかな。だけど死んだ後も心臓発作になるのかという意味なら、答えはノーよ。ここでは生と死の意味が少し違うの。自然死はできない。その話は複雑で奇妙な点が多い。その仕組みは俺たちもまだ解明中さ。俺は200歳以上だが、未だにちゃんとした説明がつけられない。おぼろげな憶測でしかないんだ。そっか。それじゃあここに居続けたらどうなるんだ。つまり俺は死んでるだろ。なぜ次の場所へ行く必要があるんだ。この聖者の世界の縁には決められた時間しかとどまることができないの。時間は大体可能よ。大体？
売買したり交換したりできるの。基本的にはね。だけど市の評議会は負債を必ず取り立てる。そしてここに長居すると負債が増え始める。それと魂がむずがゆくなる。むずがゆく書くことができないかゆみほど不快なものがあるだろうか。うわーどうなんだろう、体の内側がかゆくなるみたいな、そんな感じかな。めちゃくちゃ嫌だな。あまり経験したくない感覚だ。何度か超過滞在を許したが、すぐにものすごい不快になっていた。最初はイライラだけだが、どんどんひどい症状が現れる。そうか、まあ幸せにされたいなら時間内にされってことか。奇妙すぎてまだしっくりこないな。俺が滞在できるのはどれくらいなんだ。24時間よ。それ以上いるとこのカフェにいるということで負債は私たちのツケになる。ターミナルでは時間を取るという言葉が文字通りの意味を持つ。いくらあなたが素敵なお客様でもね、滞在期限を超過させすぎてすでに多くの時間負債を抱えているの。お金もな、かなり困窮してるだろう。これまではちょっとお客に甘すぎたの。本来ならやんわりと次の場所へ追い立てるべきなのに、ちょっと長めに滞在させたり、そういうのわかるでしょ。だけど時間は大体可能だし、いつでも別の方法で手に入れられるわ。今夜面白いことが起きる。あなたも興味ありそうなことよ。本気か？君はまだそんなことを。内緒よ。評議会がいい目で見てないのは知ってるだろう。ネッドも言ってたぞ。誰だ？客寄せになるし、借金を減らせるのよ。私は何だってするわ。それに、ネッドなんてクソくらいよ。その言葉をよせ、13歳の子供がいるんだぞ。ああ、アシュリーなら汚い言葉はもう一生分聞いてるわよ。どうってことないわ。マディは正しいよ。何？ネッドが来るたびストレスで、ネットが来るたびにみんなストレスでカリカリするもの。ストレス。アシュリーは今他の人がストレスで参っていることは理解できても、それがどんな感覚か完全に理解できるだけの経験はない年頃だ。ああストレス溜まってんだなと思っても、別に自分は溜まってるわけじゃないのか。チェイはそうでもないけど、マディはすごく気当たってほんと雰囲気が落ち込むの。だからネットはクソね。君は今日ちょっとコーヒーを飲みすぎたようだね。おかげで今カフェインが抜けてすごい症状なの。さっきもカフェインクラッシュできつかったけど、それはまだ序章だった。今はダブルクラッシュかな。カフェイン中毒はやばいんじゃないか。客が近くにいるときは汚い言葉をなるべく控えめにな。了解。記者の前でも。俺はいいよ。同居人に荒い奴がいるから慣れてる。同居人。パーソナルスペースにこだわらないならお金を節約し孤独を避けられるいい方法だ。俺めっちゃ気になるんだよな。人がいると、なんか、寝れない。寝がすげえ浅くなる。いる？いや、いたか。あいつらはまだ生きてる。ここ数日で死んでなければな。でも、ルームメイトじゃない。なぜなら、なあ、死んでるのがどれほど嫌なもんか言ったっけ？本当に最悪な気分なんだ。正直。どうにかなってしまいそうだ。そうよね。いろいろなことの話し方さえ戸惑うのよね。今度は本格的なお酒でも飲む？コーヒー出して。ああ、それはいいね。お、空が。テレビだと今夜嵐が来るなんて言ってなかったぞ。嵐。ラグビーチームのメルボルンストームはその通り、嵐のように不意にやってきて、君のラグビーボールを奪うだろう。君のラグビーボールを奪うだろうって。本当だ。だいぶ大きいのが来そうね。さすがメルボルンの天気だな。上の窓を閉めてくるよ。お願い。アスリー、行こう。ついでに君の作業台を片付けてこよう。賄賂が必要かい？うん。チョコレートが隠してあるんだが、それでいいわ。いいのか。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回こっからやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。